今日は皆さんにラマダン中によく聞くマレー語の単語を紹介するで。Yo, what's going on, 日本？リクエル。マレーシアにいる皆様はよく気づいているかと思いますけど、実は今世の中がラマダンでございまして、ムスリムの皆様が断食しているところでございます。マレーシアにいる時はですね、友達と会話している時とかメディアを見る時とかですね、ラマダンの期間中によく耳にするいくつかのマレー語の単語があるかと思います。今日皆さんにその単語を紹介したいと思います。では早速見ていきましょう。 Let's go。 ポアサ、ポアサ、ポアサというのは断食という意味を持っています。サホル、サホル、サホルというのは断食を始まる前の最後の食事のことになります。このサホルという単語はですね、多分語源はアラビア語だと思います。なのでマレーシアでもマレーシア以外のところでもですね、世界のいろんなムスリムがこの言葉を使っていることもいるかと思います。断食はですね、日の出からスタートして、そして日没までの時間になりますが、このサホルという時間はですね、この日の出の前の食事のことを指しています。ブカ、ポアサ、ボカ、ポアサ。ボカというのは開けるという意味を持っています。ボカ、ポアサと言いますと開ける、断食という意味になりますが、断食開けという意味になります。日没の時の、行動を指していることになります。このボカ、ポアサ以外にもイフタル、イフタルというふうに表現する人もマレーシアではいます。このイフタルという単語はですね、語源がアラビア語なので、マレーシアだけじゃなくですね、世界のいろんなムスリムがこの言葉を使っていることもいるかと思います。スンバヒヤン、スンバヒヤン、スンバヒヤンというのがお祈りという意味を持っています。このスンバヒヤンという言葉以外でも、マレー語ではソラっていうふうに表現する人もいます。両方ともですね、ソラでもスンバヒヤンでもお祈りという意味を持っています。このラマダン期間中に特別にやっているお祈りっていうのがトラウェ、トラウェっていうお祈り。このトラウェっていうお祈りはですね、たまにスンバヒヤントラウェ、またはソラトラウェ、またはテラウェというふうに表現する人もいましてですね、このテラウェというお祈りはですね、ラマダンの期間中にやる、夜のお祈りになります。だいたいマレーシアの場合は夜の9時から10時ぐらいの間のお祈りのことを指しています。クルマ、クルマ、クルマというのがデーツのことを指しています。このデーツはですね、夏目足の実のことなんですけど、ラマダン中によく売られているフルーツの一つで、よくムスリムの人は断食明けの時に最初に口にする食べ物になります。ユーソフタイオ、ユーソフタイオ、 CM とかでラマダン中によく耳にする一つの単語ですね。ユーソフタイオっていう単語なんですけど、これは人の名前でもありますが、実はこれは会社名になります。この会社はですね、車、レーツを、よく売っている会社で、その会社の宣伝でこの「ユースオフタイオ」っていう言葉をよく耳にするかなと思いましてですね、頭の中に入れていても、ありがとう思います。ブボルランボ、ブボルランボ、さまざまなスパイスが入っているおかゆの一種類になります。このラマダン期間中に多くのモスクはですね、ラマダン明けに向けてこのブボルランボっていうおかゆを、皆さんに、無料で配っています。食べてみたい、試してみたい方はぜひモスク足運んで、もらってきてください。バザールラマダン、バザールラマダン、ラマダンの期間中にしかやらない特別な屋台のことを指しています。このバザールラマダンはですね、さまざまな食べ物を売っている市場であってですね、だいたい5時ぐらいからスタートして、今夜の7時か8時ぐらいまでをやっていることが多いです。これバザールっていう言葉以外にもパサルラマダンっていうふうに表現する人もいます。パサルもですね、バザールと同じような意味を持っていまして、市場っていう意味を持っています。マレーシアにいる皆様、ぜひ一度ぐらい足運んでみてもいいかと思います。いやー、どうでしたか皆さん。今日は皆さんに、ラマダンの期間中によくマレーシアで耳にするいくつかマレー語の単語を紹介したかと思います。ぜひ会話の中でもですね、メディアの中でもこの単語を見かけたらですね、あ、ラマダンだなっていう風に感じてもらってもいいかなと思います。ということで今日の紹介はこの辺にしておきます。また会いましょう。以上、リキャッタでバイ。はポアサ、サホル、ブカ、ポアサ、イフタル、スンバヒヤン、トラウェ、クルマ、ユーソフタイオ、ブボルランボ、バザールラマダン、パサルラマダン、